ダイハツタントダイハツタントエグゼスバル、ルクラルクラは、富士重工業が販売していた、軽トールワゴンである。ダイハツタントエグゼの OEM 供給者にあたる。2008年4月10日に、トヨタ自動車、ダイハツ工業、富士重工業の3社による業務提携強化が発表され、その一環として、エグゼをベースに、OEM 供給を受け、2010年4月20日に発表。 発売された。なお、同時に、ミラノ OEM 供給モデルとなったプレオの2代目が発売された。室内高位置 385mm を誇る、室内空間や 255mm のロングスライド機構と左右独立リクライニングを採用したリアシートのみならず、エグゼでは一部メーカーオプションとなる、運転席、シートリフターやチルトステアリング、 フロントシートベルトショルダーアジャスターを全車に標準装備するなどメインターゲットとなる女性ユーザーに配慮した仕様となっている。加えて全席周辺をはじめとして豊富な収納スペースやグレードによりキーレスアクセススタートやオートエアコン、電動格納式、ドアミラー、ディスチャージヘッドランプを採用するなど装備も充実している。ラインアップはヤグゼに相当する。 ルクラと体型フォグランプ内蔵フロントバンパーやフロントトキングリル、ブラックインテリア、ブルーイルミネーション付きコンソールなどを採用したエグゼカスタムに相当するルクラカスタムの2タイプが用意されるがエクステリアインテリアとも6連製の CI マークとエンブレム以外にベースのエグゼからの変更はない。グレード体型は発売当初ルクラ4グレードルクラカスタム3グレード K7 グレードとなっていたが、2010年10月の一部改良で、グレード体系の整理を行い、グレード数が、ルクラエグゼ各6グレードずつに揃えられた。2011年7月の一部改良、その後のグレード整理で現在はルクラ4グレードエグゼ、5グレードとなっている。また、エグゼとは、仕様の違いや、ボディカラーの設定の違いなど、若干の差異がある。エンジンは、 ルクラが名のみで、ルクラカスタムは、ナトターボの2種を用意。グレードにより、FF と 4WD を用意し、トランスミッションは CVT を採用する。ラージ、ユーティリティ、コンフォート、リラックス、アクティブの頭文字を組み合わせた造語で、親しみやすく、広々とした快適空間、使いやすさと洗練されたイメージを表現している。ありがとうございます。